第二章スストレスと癌の関係生物が生命活動を営んでいるとさまざまな外的な刺激が生物に対して起こります。これに対して生物はこの刺激をうまく処理しようとして反応を起こします。この反応は一般には適応と呼ばれていますが適応するためにある程度のエネルギーが消費されます。学問的には この適応するためのエネルギーが発生している状態をストレスと呼びますストレスにはさまざまな種類があり必ずしも体に害を与えるストレスばかりとは限りませんストレスがあることにより生物はより合理的に環境に適応しより良い,い発達を遂げるきっかけとなることもありますしかし現代生活は便利になった反面 ストレスにより害を受けることも増加しています最近ではストレスというとこの有害なストレスのみを意味することが多くなりましたがストレス自体は良いとか悪いとか価値判断できるものではありませんストレスに対する対処の上手下手によって有益か有害かが決まるのでありストレスに対してどのように対処するかが大切なのです有害なストレスは 苦しみや恐れなどの精神的に有害な刺激となって生体内に生理的歪みを引き起こします医学上の実験からも有害なストレスがホルモンのバランスを乱し恒常性の失調を起こして免疫力を低下させることが知られています有害なストレスが誘因となる疾患として 神経症、ノイローゼ、移住に視聴海洋、本体性高血圧、狭心症だけでなく、感冒、食中毒、腰痛、事故やけがのようなものまで、有害なストレスが多いときは、起こりやすいことも分かっています。現代人は、戦争のときのような、急激なストレスを受けることは少なくなりましたが、慢性的に有害なストレスにさらされる事態が多くなりました。このような 持続的な有害なストレスは脳幹部の自律神経の中枢部にバランスの乱れを生じさせこのことが甲状腺の失調を起こして免疫力を低下させがんをはじめとする慢性疾患の原因となると考えられますがんの場合もストレスが発病に関係していると考えられています米国の心理学者ローレンスルシャン博士は 450名のがん患者を12年間にわたって追跡調査した結果、そのがん患者ががんを発病する前の6ヶ月から18ヶ月の間に何らかの心理的危機状況を体験したという事実をつかみ、人間が受ける心理的外傷すなわち、ストレスとがんの発病の間には関係があるという仮説を主張しています。 女性のがん死亡率は、その婚姻の状態によって左右されるとしています。女性の場合、がんで死亡する率の高いのは、夫に先立たれた未亡人で、その次が離婚した夫人、その次が結婚している夫人となり、独身女性が一番がんで死亡する率が低いという結果が出ています。ストレスを測定する方法として、アメリカのホームズ博士とレイ博士は、 生活の場で経験する出来事によるストレスを数値化する方法を考案しました。一部を示すと、配偶者の死亡100点、離婚73点、別居65点、刑務所へ入ること63点、家族の死亡63点、自分の怪我や病気53点、結婚50点、失業47点、夫婦喧嘩の和解45点、退職45点。 妊娠40点、転職36点、100万円以上の借金31点、子どもの自立29点、生活環境の変化25点、上司とのトラブル23点、引っ越し20点、社会活動の変化18点、睡眠習慣の変化16点、休暇13点、クリスマス12点、軽い法律違反11点などと評価されています。 結婚や妊娠など必ずしも悪いことでなくても生活上の変化が起こる場合はストレスになるというところが面白い点ですがホームズ博士の調査では300点以上を得点した人の49%が12ヶ月以内に何らかの病気にかかったのに200点以下の人は9%しか病気にかからなかったという結果を報告しています。 ここで重要なことは強度のストレスの下で300点以上を得点した人でも51%は病気にはかからなかったという事実ですつまりストレスに対してどのように反応し対処したかが問題なのですストレスに対してどのように反応し対処したかを決定する因子で最も重要なことは本人の精神的要素である性格です その人の性格次第でストレスの受け方が違ってきます。前向きの姿勢でストレスを克服することにより、肉体的にも精神的にもより高いレベルに達する人もいる反面、ストレスに負け、肉体も精神もボロボロになる人もあります。試験の場合、絶対ストレスを感じないタイプの人が2種類あります。絶対合格するる自信のある人と、 合格してもしなくてもどうでもいいと考えている人です。また俺はどんなことがあっても絶対に死なないと信じて疑わない人やいつ死んでもいいという心持ちで生きている人はどんなことが起きてもストレスは受けないはずです。同じストレスでも心の持ち方により人間に対する影響がかなり違ってくるのです。 ある特定の精神的に偏った性格を持った人が、慢性的なストレスの状態に置かれるとがんにかかりやすい、ということが結論として言えるようです。もちろん必ずそうなるということではなく、そのような傾向が大きいという意味です。